年なんてなになに、今日のところは帰って楽しみたいのにな。こんにちは。雨まだ降ってないよね、東京ね。カル、アサッコ、ヨッシーパパ、ミャミャミャ、クマ太郎、キャズエビ、ホシピー、ユウヤくん、ヴァンパイア、ナチュラルさん、久しぶり、ヒルドルブ、ミャミャミャ、雪の女王、ありがとう、ロンロ、コーマ、マ31、クマ太郎、オメガ7、アワー、Vフォント、こんにちは。ツイートします。またね、アサッコ爆弾ありがとう、クニちゃん、マルクさん、こんにちは。ありがとう、短い時間なのに来てくれて。ルンルン、うんちゃん、こんにちは。ロンド雪の女王、ありがとう。ちょっともう湿気すぎてほんとさ、なえなえね、あまりに湿気すぎる。ごどね、ひこいちさん、青、こんにちは。ロンロ爆弾ありがとう。こんにちは、こんばんはの時間かな。ねえ、呼び出しなんてなになに、今日のところは帰って楽しみたいのにな。ぬる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 、え、待って、甘い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 の好き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 。うん、月広もろこしつっち、こんばんは。ごとねオメガセブン爆弾ありがとう。韓国語さん、こんにちは。そんな私に会うとがくれたとびっきりのサプライズ、やばい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 、そんなこと想像もしてなかったの、眠れないね。チュ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 。一ヶ月も悩むなんて、そんなの無理じゃない。ピト君牛タン。お許しください、いっぱいコメントしてください。どうも、アサック雪の女王ありがとう。ほどね爆弾ありがとう。ちょっとさ、なんかこれさ曇ってない？大丈夫かな。こんにちは、もう湿気すぎて髪の毛がもじゃこでございます。やば、うん、えらいこっちゃやで。これあれあれ、目薬ちょっと探して、どこ行ったっけ、なんだか。今日は朝からね、もうすでに一つ予定を終わらせまして、偉いですと考えても。とも爆弾ありがとう、朝っこハートありがとう。ちょっと一瞬目薬するね。お魚くわえたドラ猫、なんかでもなくなるの早いな、目薬差しすぎかな、まな。どんちゃんこんばんは、アッシュハートありがとう、すいませんね、ほんと。ほら目薬なんか差しすぎかな、すぐなくなる。楽しい、いっぱい泣きなさい。どうも金魚ありがとう。こんにちは皆さん。うん、ほんま？まだもあんま使い切らへんけど、この大きさやからかな、そもそもそんな大きくない目薬やからかな。いつやっけ、もう1週間前とかの気すんねんけど、これ差し始めたの。あとこんだけしか残ってない。ラインポン、こんにちは。月広星の花火ありがとう、アッシュハートありがとう。
あ、ドライアイは確かに刺さないかな。月広爆弾ありがとう。まだこれは一応ちゃんとお医者さんにもらった目薬で1日2回刺さなあかんねんけど、早いもんでもうなくなりそう。めっちゃ早いかも。刺しすぎかなやっぱり。朝加護こんにちは。まあゆるくお化粧しましょうかねって感じです。会えなくなるんだね最後の教室で、揺れるカーテンと1日2回細い髪のこんにちは。今日夜ご飯に行くのですが、ちょっと大丈夫かな台風さん。全然さ東京雨降ってないねんけど、みんなんとこどう？マナんとこだけですか？うん、しんちゃんやっほー。雨どうですかみんな。うん、雨どう？ちょっと目が潤んでて、さっきの目薬で。あ、ほんま降ってんの？あ、ほんと。お誕生日だよ、もうすぐ。お祝いして、おじおじ。りちゃん、こんばんは。そう、だからギリギリいけるかなと思ってんねんけど。うん。あ、ほんま。明日誕生日なの？こっちは小ぶり。大阪、あ、大阪大丈夫なったんや。さっきまで降ってたやろ、でも。ほんま。愛知は強い。過ぎた感じやって。あー、まもなくじゃあ来るね、ほんと東京。すぐ帰ってくるわ、怖いからな。もうでもなんか全然大丈夫そうやねんけど、今は油断は禁物ですね。今日なんかお肌プルプルに見えへんね。うん、そろそろ線状降水帯の雨雲が来るよ、気をつけろ。なんてこった。さっき様なあれ見とってん、ウケツさん見た人いる？こん中ウケツさんとしんちゃんのコラボ、ウケツさんがウケツと申します、今回は知り合いの柳川さんからお誘いがあったのでちょっと変な家を紹介してみたいと思います。ウケツさん誰か見た人おらん？ウケツさんめっちゃ可愛かったよ。アッシュ爆弾ありがとう。ちょっとヘアオイルだけ一緒に塗ってもいいかな。のんちゃんじゃない、それはしながらなさいです、なんと見てみてくださいやろ。それは違う、ウケツさんはウケツと申します。内見紹介違う、女性じゃないしな。ヒデザードこんにちは。やばからん、女性かもしれんけど、もしかしたらそこ明かされてないのにな。そこ明かされてない。もうでもちょっと湿気すぎて、夜につけなあかんやつね。湿気すぎて使ってみようかな、髪の毛の。ヘアナイラ。おお、すごい。会えなくなるんだね、最後の教室で。一瞬ヘアオイルつけてきていい？うん、のんちゃんウケツさんモノマネできるよ、区別ないもんだって篠原のぞみさんではないです。ちなみに篠原のぞみです、のんちゃんって呼んでくださいではないです。それは篠原さん。おい、やばいやばい、それは篠原さんでしょ。え、やばいやばい、待って待って、むずい、これちょ待って、やばい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 、オイルが、ちょ待ってな、
もやりますか。なんか変なオイルさ、ハサミで切ったらハサミについちゃった。どうしよう。待って、もう忙しいわ。よし、コウタン爆弾ありがとう。カズ、ライカちゃん、ヌンリンさん、ドンちゃんも爆弾ありがとう。マングース、こんにちは。さあ、そんな感じでお化粧しましょうかね。いやもう湿気が嫌やわ、ほんま。こんにちは。よし、ケツさん見た人あんまおらんか。めっちゃ可愛かったで、しんちゃんとね、あの前言ってた私の大好きなケツさんいるじゃないですか。変ですね、あの人ね、なんか変ですね。のあのケツさんがしんちゃんとコラボしてて、そうでコラボでなんかなんて言うやろな、なんかちょっとしかも深いいい話やったやんな。そう、結構なんかいい話をね。はるかわさんこんにちは。やっててちょっとエモい感じやった。なんか子供、なんかしんちゃんから元気をもらった子供たちは、子供たちが生まれ変わってみんな僕になるんですみたいな言っとって、つまりそれってマナってことだと思って、え、私ウケツさんってことなんて思いながら見てました。下地からいきます、うん、あら、私ってウケツさんってことと思いながら見てました。うん、山信さんこんにちは。マニタイトル1938日、ありがとう。そうやね、なんか歌われへんねんけどさ、ここではカラオケせなあかんくって、カラオケ流そうかな、このメイクしてる後ろの音楽。ヒロこんにちは。こんな感じに顔面を整えまして、うん、かんちゃんこんにちは。あ、そう、実はのんちゃんとね会ったんですよね、ストーリーに載っけたけど、見てくれる人知っていますか。これは、わ、やばい、もうなくなってる。 RMK です、一応、うん、どんぐりこんばんばん。篠原さんとそう遊んだ人のんちゃんでした、実はね。もともとは別のところに行こうと計画してたんですけど、ちょっと雨で行けなくなっちゃって。誰か拾ってみや、こんにちは。でみんなのおすすめを募らせてもらって、あのプラネタリウムの入り口まで行きました。プラネタリウムには行ってないんですけど、プラネタリウムの入り口まで行ってきました。エイジさんこんにちは。いっぱいね楽しそうな動画もまだまだあるので
ップするの楽しみにしてください。でも昨日さ、楽しそうやってる動画見た、あのっけたやつ、私がインスタのリールにのっけた動画見ましたか。そう、すごい楽しかったです。絶対アイドルやめないでずっと、エイジさんフリフリありがとう。優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う、絶対そんなで輝いてずっと、星山神社じゃ輝けないの、眩しい君が世界一だよ、君の努力私の愛、成り立つこの関係は強くて脆いの、星の幸せを狙っただけど、でもね、だって君はアイドルよずっと、初めて目が合った日から今日も明日も君ばかりだ、絶対アイドルやめないでずっと、これは報われないおとぎ話、恋よりももっと好きだ、魔法よどうか解けないままで。モンスターさん、はじめまして、岡村真奈です。マーヌチーと呼んでください、お願いします。キャンメイク、最近メイクレシピがすごい流行ってるけど、ママやろうかなと思いつつ、どうかなと思いつつ、どんちゃん金魚とだるまありがとう。なんかメイクレシピをこう面白い感じにさ、野球とかおもろい感じにできたらいいんですけどね。よし、ハゲハゲリップガムです。アイドル、アイドル、テンテンテレテレテレテンテレテレテテテレテン、戦国時代終わって結構低迷期とか言われちゃってる、ハセヤブルテレ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 、夢に見てます、アドレセンスです。メイクで打順、さすがにそれは組まれへんな。うん、あれ見てると女の子で大変だなって思う。でも楽しいやろ、楽しいで、結構女の子的にはあんま大変と思ってやってなかったかも。割と楽しんでやってんじゃん、化粧ちょっと近くに寄るね、見えへんから、この辺かな。さあ、これは眉毛描くやつです。圧倒的なビジュアルで、せめていかなきゃみんなとやり合えない、他とは違ったアプローチ見つけ、まだ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 頑張ります、かなりハードです、かなりハードです、夢見るアドレセンスです、可愛いだけでもいいよね、いいよ、モテ順できるからね。ウイ姫こんにちは、その通り、いよいよ本気出しちゃおう、可愛いは損しない、本当は君にアピーで振り向かせる作戦、これは立派な下心ダブ、夏といえば、夏といえばソングする、夏と
私もプロだから、ねえ誰といるのとか、私のこと嫌いとか、下書き保存に隠しておはようって送るの。にごりまっちょ、こんにちは。あの子のことが好きだよと言えないままで夏が終わる。生まれて初めての気持ち、少女漫画みたいな気持ち、私が一番可愛いのに、どうしてあの子ばかり見るの。あなたが好きと言われたなら、アイドルだってやめちゃうかも。お願い名前で呼ばないで、これ以上夢中にさせないで。間接キスが恥ずかしくて、一口も分けてあげなかった。メロンソーダ、あ、スタメン発表されました。おお、今日どうですか、今日のスタメンは。ヤフカラホー、こんにちは。これは夢宿さんのメロンソーダという曲でございます。こんな感じかな。で、私はまずここの鼻筋を細く細く通していきます。細く細く、まっすぐまっすぐ下ろしております。こんにちは。勉強になるな。メイクレシピですから。チュ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 。ここでね、こう鼻筋を。マナティだよ。はーい。鼻筋をね、ちょっとでもこうつけると。ケンゼブロさん、こんにちは。のっぺりとせずにこの凹凸が出るんですね、このおかげで。凹凸ね、大事です、顔面において。でもそれこそ昔のラスアイの時はすごいね、鼻筋がなくて、私すごいのっぺり顔やってんけど、最近戻ってきて。おお、西川選手スタメン復帰、いいじゃない。今日宮城投手だよね。うん、竹銭しおりちゃん、こんにちは。プライベートだと眉毛描かないで外出することもあるの。本当によくないねんけど、最近めっちゃあったなんか普通に友達と会って、写真とか撮る日とかはあのお化粧すんねんけど、写真撮る日っていう言い方なんかあるやな、写真撮りそうやなみたいな日、SNS 用とかに、そう、とっとこんにちは、あ、それよくないよ分からんけど言ってるやろ。そう、なんとなく今日写真とか撮りそうやなっていう日はちゃんとお化粧するけど、逆になんかほんま普通に地元のお友達と遊ぶ時とか、朝早い時とか、朝とは言わずお昼の時とかでもお化粧しない日は正直全然あります。うん。でもな、まだ帽子、なんか帽子でずっとあのさ、オリアン、たまにカフェとかでさ、ご飯食べてる時も帽子かぶりっぱの人オリアン。なんかまだあんまできひんねんな、それ。そんな深い理由はないねんけど眉毛フィルターな、確かにつけてとればまあ一瞬よな。なんか深い理由はないねんけど、なんかまだあんま帽子に、帽子と眼鏡あんま似合わへんくって、そうとかね。あとまあ最近はあの単純に舞台期間で、舞台本番中であの
タモリこんにちは。毎日結構濃いお化粧してたからちょっと肌を休めてあげたいなと思ってあんまお化粧してなかった。やっぱどうしてもお化粧するとね肌が痛むというかなんか肌使っちゃうからそうしどうしてもねだからさあんまほんまは お肌もちゃんと休めてあげる日が本当は大事なんですよ。プニプニしてる。これめっちゃテクスチャーが可愛い。キュッキュ、こんな感じで目の下の。でもまだもうあれめっちゃ勉強になる。あのアイドルメイクのなんだっけ、メイクで、メイクレシピか。うん。ちょっと曲げるタイプ、まっすぐのタイプ。え？曲げるってどういうこと？曲げるってどういうことですか？そうね、そんなこともありつつって感じやな。こんなにこんなに愛しいのに。たっくん、こんばんは。でももう最近正直もうプライベートの時は本当に薄化粧、今もあんま肌塗ってないしな。トロロン、こんばんは。なんかね、もう薄化粧でなんかの方がもはやなんか大人っぽいなって最近思うようになったというか、あんまりなんかがっつりお化粧しやん方がなんか大人っぽいなって最近思うねん。孫悟空、こんばんは。え、曲がってないやつって逆に何？まっすぐのタイプって逆に何？そっちがまっすぐかと思った。あ、でもこの前新しい帽子買ってんな。昨日のしてた麦わら帽子の新しく買いました。ほんまはあれ、ほんまはな、あの帽子かぶってひまわり畑に行こうと思っててんけど、磯路のてっちゃんやほん思っててんけど、そうなんか台風とかなんやらかんやらでもうひまわり畑があのないねんって。今ひまわりがもうさ、てっちゃんだるまありがとう。そうだからちょっとショックやねん、そこに関しては。だからさ、せっかくな、せっかく麦わら帽子買ったのにさ、全然着る機会なく、は、着る？かぶる機会なく終わっちゃいそう。つばがまっすぐってどういうこと？まっすぐじゃないとかある？難しい。でも毎日かぶってる帽子あんねん、まだ。ちょっと後で見せるわな。それも流行ってるやつ、指原さんが。え、何が違うか分からへん、まっすぐとまっすぐじゃないの違う。何が違うかも分からへんねんけど、どっちの方がおしゃれそれって。ちなみに好みなんかな。でもその聞き方ってことは、はい、まつげできた。こんな感じ。ちょっと変わった。うん、どうもかぶれない。へえ、あんま分からへんかも、まだ。かぶれないとかあるんや。
の幸せを。マナティの帽子はツバが曲がってるやつ。私の曲がってんねんて。そうなの、まっすぐと曲がって、こう曲がってるって意味、それともこういうこと、まっすぐってこういうことで、曲がってるってこういうこと、帽子言ってる意味わかる、今の。まっすぐな帽子と曲がってる帽子の違いってそういうこと。つば曲がってるのが基本でしょ。ああそういうことか。ああそういうことか。あんままだこだわってなかったな、それで言うと。でも確かに曲がってる方が多いかもね、自分の持ってるもの。あんまそうこだわってるつもりはないけど、確かに曲がってるかも。気のせいか。台風ってさ雷系やったっけ。ちょっとそろそろ来る雷、ワンちゃん。正解ありがとう。絶対アイドルやめないでずっと、一つも持ってない。あー本当、まだも持ってないかも。すぐはいできた。シェーディングで小顔効果にしていきます。優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う。ここからビューラーで上げていきます。まっすぐ北上するって、東北地方をまっすぐ北上。みんな気をつけないと、この辺から。ちょっとつけすぎたな、今日マスカラ。オッケー。いい感じだと思います。はい、西側は雷。あそうなんだ、曲がって相当やな、それ相当曲がってるってこと。次アイラインしていきます。いやなんかいつもより丁寧やか。星のいない空、それが当たり前で、暗い手で手目が慣れずに踏み出すのも怖かった。そんな時やっと見えた光。じゃん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 、いくぞ。絶対君は歌ってて、ずっと。あ見てこれ、昨日新しいリップ買ってん。ラッカ初めて今日使います、新しいリップ。いいやろ、初めて買った。このアイラインも新しいの買いました。可愛い、パケが変わってました。アイラインです。これがただのエゴと分かってても、君はキラキラ、衣装が似合う。凍ってる、どういうこと。凍ってない、凍ってない、どういうこと、どういうこと。何凍ってるって、雪の女王。ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分になるの。私は自由よ、風よ吹け、少しも寒くないわ。埼玉こんばんは横浜くん、タンタンティー、ヤッホー。わからんかった、ごめん、ボケか、ごめんな、突っ込まれへんかった。じゃあアイラインこっちで描くな。待って、遠いな、ちょっと一瞬ここ置いていい、ごめんごめん、一瞬ここ動かして、ごめんな。せーの、描きやすいですね、やっぱ。はい、できた。どこまでやれるか自分を試したいの、そうよ変わるのよ私
ありのままで空へ上に乗って、ありのままで飛び出してみるの、二度と涙は流さないわ。冷たく大地を包み込み、輝く氷の化粧のように。あ、そうなんだ、マラソン。あ、そうなんだ。それって追われるようにって意味かな。どういう意図なんやろそれって。チークを乗せます。シートだけ乗った。あのさ、ディズニー行こうと思ってんねんけどさ、今度来週か、そう行こうと思ってんねんけどさ、どっちがおすすめですか、ランドか C。 乗りすぎたかな。みんなどっちの方が好きですか。でも多分みんなよりマナの方が言ってるやんな、なんか話してる感じさ。ランドか C、 どっちの方がおすすめですか。悩んでんねんな。輝いていたい、もう決めたの、これでいいの、自分を好きになってこれでいいの、涙信じて聞いたそう。やすのりこんにちは。少しも寒くないわ。なんかでも C の方が混んでそうよな今。思わん？この新エリアあるからさ、新エリアに入れへん人もいそうやん。うん。あ、そうなん？それなりに言ってた？マジ？先輩やん。じゃあディズニー先輩って呼ぼう。どうですかね、どっちの方が今のマナに合ってるやろ。ランドとシー、両方行きたいねんけどな本音はね。大好きな人がニュー可愛かった。ゆうやくん爆弾ありがとう。なんてより言ってません。マナ結構言ってるよね、なんだかんだディズニーね。そうやね、なんだかんだな、なんだかんだ言ってるんですよね。ほんの少しでも私のせい。はい、顔面完成しました。あんま変わってないって言われそうやけど、自分ではね、わかんねんな。でも台湾さん、おお、こんにちは。周一郎こんにちは。自分ではわかんねんけど、何もやっぱすっぴんと変わらんって言われるんです。まあ褒め言葉と受け取っているんですけど。可愛いなね。ありがとうだね。マナは褒め言葉って受け取ってるけど、ほんま変わらんねんな。うん。あ、へえ、見に行ったらおもろい、おもろい、めっちゃいいやん。ジャングルクルーズのお兄さんってどんな感じやったっけ。いいね。なんかさ、それだけで素敵な人柄そう。という私の勝手なイメージ。うーよいしょ。冷たく大地を包み込み、花咲く氷の化粧のように。髪の毛巻く？どうする？ちょっとでもめんどくさいよな、この雨でな、髪の毛巻くのな。輝いていたい、もう決めたの、そうね。もはやさ、もうこういう湿気の日はさ、こうやってなんかお団子とかの方が楽なんですけどね。こういう感じのな、
とは思うけど、やっとケープもな取れてんな、前髪の、前髪に溜まってたケープも取れたんですけど。ジャングルハイテンションで紹介するお兄さんいいやん、すごい自慢の兄ちゃんやん、すごいね、いいね。こんな感じかな、けどな、どうし、とりあえず巻く、巻くだけ巻いてみるか。え、24時間テレビって始まった？もう。ちょっと一瞬手洗ってくるな。一瞬手洗ってきます。すいません。でってでってでってで、でってでってでってで。ただいま。お疲れマンボウですね、皆さん。どうしよっかな。よいしょ、ひらっちー、こんにちは。ちゃん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 、絶対アイドル。もう雨嫌だよ。まあとりあえずお化粧は終わったんで、髪の毛を作っていきましょう。一旦巻きましょうかね。よし。なんかさ、 C の方がアトラクション的。え、あれなくなったよね、もうマナの好きなさやつ。ほら、速いスピードの、なんて名前だっけあれ、速いスピードのやつ、なんて名前だっけ、送る人おらへん、速いスピードの、なんだっけ、スプラッシュマウンテンじゃなくてディズニーの速いスピードのやつ、何やったっけな、
あれは乗りたいんだけど、多分あれなくなってんな。え、シー、あ、スペースマウンテン、正解。そのまるママ、こんにちは。多分スペースマウンテンやわ。それはもうなくなったよね、確か。そうやねんな。と今にも乗りたいけど、その辺でも C やんな。そうだから、アトラクション的に乗りたいやつは C の方が多いんですけど、新しく建てるの、そうやんな。そうやね、多分もうな、もう終わっちゃってんな、最後の。あれなんでだろう、あれめっちゃ人気やったのに、ね、思わん。あれめっちゃ人気やったよね。そう、めっちゃ人気やったけど、あれなくなっちゃって。よいしょ。うん、あ、そうなんだ、新しいバージョン。へえ、新しいバージョンの方がやっぱ何、なんかおしゃれというか、なんかちゃうんかな、そういうのがやっぱあんねんな。うわ、前髪切ろうかな、またや。いつも切りたくなっちゃう配信してると、配信してると前髪切りたくなっちゃう病やわ。星のいない空、それが当たり前で、暗い道に目が慣れずに、踏み出すのも怖かった。そんな時やっと見えた光。じゃん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 、絶対君は歌ってて、ずっとただの笑顔と分かってても、君はキラキラ衣装が似合う。絶対大きなステージで、いつでも前で感じたい。今日の歌い方なんか好きだな。君の努力私の愛、成り立つこの関係は強くて脆いの、わしの幸せを願った。だけどだって君はアイドルよ。途中で落ちた。でもこの夏になるとやっぱすごい、私青春トレインが聴きたくなっちゃうから、実はめちゃくちゃ聴いてます。ここ数日、ここ数日ずっと頭の中青春トレインしてます。みんなで歌おうか。トレイントレイン走り出すよ、トレイントレイントレイン、チュン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 、邪険にされて足を生まれこすかれる。どこへ向かっているのかなんて
聞いちゃいけないんだろう。別に出さず不満の見込み更新してりゃ満足か。夢など見なけりゃいいんだ、傷つくこともないのに。自分の行きたい場所ができたから他の道進む。誰かに反対されたって僕は行くしかないんだ。見えない列車の発車ベルが鳴り未来を生活。青春トレイントレインどうするんだ。 The train トレインそろそろ楽して大人になるか。トゥルルトゥルルルルトゥル。こっちから回れば近道になるって。ずる賢い誰かに耳打ちされても先を急ぐ理由がない。ここにとどまりやるべきことは何もないって知ってる。希望持たずに自分捨てればここもそんなに悪くない。お、プレイボール、ほんまや、プレイボール。夢など見なけりゃいいんだ、傷つくこともないのに。そっちはみんな雨大丈夫やねんな。オリックスさん試合できる感じやねんな。自分の行きたい場所ができたから他の道進む。誰かに反対されたって僕は行くしかないんだ。見えない列車の発車ベルがない未来を生活。青春トレイントレイどうするんだ。さあトレイントレイそろそろ楽して大人になるか。うん、え、雨降ってんの？雨降ってんのに始まったの？ほんま、え、大丈夫かいな。人生はトンネルだらけ、青空を期待するなよ。闇の中で振り返るな、次で降りて自分で歩け。ツッ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 ツルツル2、1。はい、何度も挫折をしながらそれでも人は立ち上がる。七つ星こんにちは。理想と現実の狭間で何を求めてるのだろう。自分で経験しなくても言ったふりすればいい。列車に乗ってる大人が窓から叫んでいたよ。青春トレイントレイ乗らないのか。トレイントレイントレイ よいしょ。ちょっと席外してました。プレイボールしてます。その間にみんなでオリックスを応援しましょう。テレビでやってへんのかな今日。ちょっと待って調べるわ。死ぬまで夢を見てなきゃ生きてる意味がないじゃないか。今日はあー J スポしかやってないな。叶うか叶わないか。へえ、甲子園。千葉、千葉もやってんの？広島？すごいな。ロッテさ頑張るよね、ほんとこういう時さ。すごいね。ほんま。かっくん、こんばんは。スカイエーでもやって。スカイエーって阪神じゃないの？スカイエーってオリもやってんの？阪神のイメージっていうボケ。うん、あ、バンテリンは中止やって。名古屋もでも危なかったんちゃうかな今日。
でしょ、空でしょ。もっとハートありがとう。ちーちゃんのねストーリーとかでよくスカイエーさんのあれって見るから。もっとハートありがとう。はい、できたんちゃう、こんな感じちゃうかも。どうでしょうか。うん。私の会話ごめん、騙されへんようにするわ。騙された対処をしやんように気をつけます。よいしょ。犬向けた方がいい、可愛いかな。騙したつもりないんか。ほんまかいな、ほんまかいな言うて。ちょっとやっぱ前髪切ろうかな。出た。あ、中断。え、どこ、早っ、どこ、どこですか。ホリかな。なんか前髪もうちょっと切ろうかな。どう思う？ちょっと長い。今のどうせさ、またあれやねんな。あ、仙台。見るわ今。早っ、さっきやん始まったの。ちょっと待ってよ。太田選手、おお、ヒット。9番頓宮選手か、新しいな。もうこんばんは。もう1点取られた。 OK、 そっち基準ね。ちょっとだけ前髪切ってもいい。またまたやな、この前切ったのに。なんかやっぱさ、もうちょっとだけ切りたいねんな。阪神頑張れ。グリーンボーイさんこんばんは。オリの応援もしてくれ。ちょっとこれ真ん中どこまで、そもそもセンター、センターで一回髪の毛取ってもらって。絶対でも下ろすとボサボサなるからな。元ラストアイドルというアイドルグループで活動していました岡村真奈です。マナティーと呼んでください。現在はタレント活動しております岡村真奈です。もうすぐ誕生日です。セイニャンコこんばんは。セイニャン、セイニャン、セイニャンコ。ちょっと切ってもいい、髪の毛、前髪か。なん、ちょっと長いよね。あ、マックスじゃん。やっほー。切るか。また切るか。ちょっと前切ってんけどな。すぐ伸びるね。なんかでもさ、ほんま嵐の前の静けさって感じ。なんか天気が薄ぐらい見えんねんけど今お外。切るなよ、切るなよ言うて。絶対切るなよ言うて。それでもね、やるなと言われたことってやってまうねんな、人間って不思議な生き物やで、ほんまな。やるなと言われたことやっちゃうのってほんと。不思議な生き物ですよ。神奈川も降ってます。それで改めて直します。じゃあフォローお願いします。出直す前にフォローだけしてから出てってくださいよ。絶対に、私は覚えてますからね。次、絶対アイドルやめないで。
優しい目も真面目顔も。1時間早いね。あれもうこれか。これプロダクト。すべて知ってる私が言う。絶対空で輝いてずっと。でこの辺をクシクシクシッとしまして、これは報われないおとぎ話。突き外しててもまだやってたし、ゆっくり今日は確かにやってたかも。恋よりも魔法よどうか解けないままで。こんな感じで今画面外で見えないんですけども、このオイルをね髪全体にクシュクシュクシュッとつけておる所存でございます。ちょっとまた前髪だけ切ります。ちょっとだけですけれども、なんかほんとさ、切っても切ってもって感じやね、この前髪ちゃんさ。よいしょ。めっちゃ打ちになってる大丈夫か、ほんまそっちの話やんな、それ大丈夫か。前髪切るよ。これは長い系か、ここも長い系。ここね。ここは長い系。ここも長い。もうねこの湿気の日ってこううねるんだよね髪の毛が。珍しい佐伯投手。感じかな、こんくらいかな。行くで、応援しといてなみんな。せーの、舞台ないからそういう問題。怖いって何？怖いって何？怖いって何よ。ふとした瞬間に視線がぶつかる幸せのときめき覚えているんでしょう。ちょっと切りすぎ？大丈夫かな？捨てる、いい感じじゃん。そんな切ってないと思うで、これほらまだいけるね、なんならね。やろ、ほらー。からの季節に恋した、もうちょいこ、あの日のよ。やっぱ寄り目なってる、恥ずかしいねんけど寄り目なってるなら恥ずかしいねんけど、あの日のように輝いてるあなたでいてね。高山さんこんばんは。巨人さん止まらんらしいよ。もうちょいけんね。もう負けないで、もう少し、もう少しだけ切ってみましょう。どんなに離れてても心のそばにいるわ。追いかけて遥か
やばい。痛たたた、ちょっと待って、左手痛い、ちょっと痛い痛い痛い。どう？でもまだいけるよな、正直とか言ってギリギリ。どうも、もうちょいいける？みんなどうする？みんなともうちょい切る？どうしようかな、まあ、こんなもんでもええか別に。でもまた多分これすぐ切りたくなるよね、この長さやったら。いける？どうし、どういうこと？どっちのいける？まだ切るって意味？まあでもこんなもんじゃ、こんなもんでいいよね正直。ゴーゴーやないねん。松村さんこんばんは。ゴー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 、青春のラップタイム。どうしよう、もうちょい切る？競うみたいに。でもまあ意外っちゃ意外やけど、もうちょいだけ切るか。あ、あ、もう1時間ぐらい続きそう。なんだっけ、30分でコールドやったっけ、なんかあるよねそういうルール。息を切らし、僕を言ったん、汗で一緒になって、1秒でも巻き返そう。いや、まだまだいけるわ、やばい。切ったろかも大丈夫、ありがとうな、お気遣い。たった一つの理由は好きだから、こんぐらいだけよ。後ろは切らへん、後ろは今頑張って伸ばしてね。こんなもんちゃう。どうや、どうや、ええんちゃう。眉毛も切りません。あ、ほら、ええやん、もうこれで終わろうな、これで終わろう、これで終わろう。はいはい、オッケー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 、満足満足満足、十分です、満足です。こらね、こんなもんでって言ったやん。ほらーい、ウェイ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 。メンバーの髪の毛切ったことないな。ゆず太郎ヤッホー。メンバーの髪の毛切ってるとこもあんま見たことないな、それで言うと。一生懸命に走ることさ、たった一つの理由は好きだから。チュンル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 ン。で、こうまっすぐ。ここで伸ばして。はい。こんな感じで。オッケー、うん、おー、2点で抑えました、いいやん。まだまだですよ、ね、こっからな。と、え、東京ドームってこと？どこでやってんの？京セラ？どこでやってんの？そっち。できました、イエーイ、できたできた。はい、そんな感じで終わろうかな、じゃあそろそろ。あ、甲子園もやってんのや、雨じゃないんや甲子園も。まなちゃんこんばんは。そっか、言ってたな、甲子園言ってたな、言ってたわ、どうってたな。やっぱでもちょっと切りすぎた説あるけど、前か、ちょっと切りすぎたかな、前か。
はい、できました。満足です。イエーイ。さあ、じゃあ、そんなことないよだよね。これはセーフラインや。やっとわかったわかった、君の存在当たり前すぎて気づかなかった。ドゥグドゥグオング、こんばんは、ありがとうございます。さあ、じゃあちょっとさ、あんま歌われへんねんけど、一曲だけさ歌わなあかんくって。これつとむだよ、こんばんは、ルールでな。だから一曲だけちっちゃい声で歌っていい、ちっちゃい声で歌うね。いいですか。ちょっとじゃあ端末変えて。でもイコラブさんのね曲の方がいいっぽくて、だから、うん、台風大丈夫そう。みんな大丈夫かな、てかね、みんな普通に配信見てくれてるけど、はい、配信じゃない、台風大丈夫ですか。ちょっとじゃあこっちに移動すんで、みんないい？移動しますよ、せーの。こんばん、こんばんは、聞こえてるかな、こんばんは。移動した、スーパーサブ、こんばんは、聞こえてるかな、チャンネル102 何そのチャンネル102。まだないのかな、てか、あれ、あれ、イコール出てきた。まだないのかな、もしかして。つてとファヒフヘ、あれ、サシスス、サシス、あ、まだないんや。何しようか、ちっちゃい歌で歌います。松村さん、誰もありがとう。あ、それでもあり。松村さん、星の花火ありがとう。赤ボタン押しましたおもろい、そっちでもいいね。野菜の日、野菜、かぼちゃ、さつまいも、はい、青春サブリミナル歌います。ちっちゃい声で歌います。愛はどこからやってくるのでしょう。別れたて噂で聞いた、本当かまだわからないけど、チャンスはきっと探せばあった。近くにいたのに気づかなかったんだ。期待と不安の知らず月日にゆっくり探査、そんなこともどうだっていいよ。走れ君がいい、君がいい、君がいいなんて言えなかった。正直な自分、今さらログインする。学校に君がいて何を話すか思いつかない。だけど言いたい
エイジスさん、マックス、本当ありがとうね。同じ高校、同じ中学、伸びた背も遠くに感じてた。付き合うとかそういうじゃなくて、やっとスタートに立てた気がしてる。初めての会話覚えてるのは私だけでしょ。あの夏で一番暑い日だった。なんとなくさりげなく友達で近くにいたいだけ。溢れ出る想い閉じ込めて蓋して、それでいい、それがいい、なんて嘘はもうつきたくない。生まれ変わりたい雲が動き合う、そこからほら頬を走る。眩しくなったこの景色はそう簡単な騒ぎになる。さっきまで立ち違うもの、その答えはイコールだ。それはきっと東大生も知らないでしょう。ググって出てこない、だって私しか導けない。好きで好きで好きで、複雑すぎるクイズ。君がいい、君がいい、君がいいなんて言えなかった。正直な自分今さらログインする。学校に君がいる、何から話せばいい。下校チャイム焦らせる大きい背中が振り向く。君がいい、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 早く言いたかった。恋の導火線真っ赤な日が今つく。野球部の声響く校庭に二人ただだたずむ。今はこれでいい、鼓動早くなり、あ、周りの温度が上がる。やっとわかった、私の恋と青春は寒いになる。はい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 、しゃーいくぞ。エジさん、ミラーボールありがとう。タッタちゃん、こんばんは。エジさん、フリフリもありがとう。ありがとうございます。ありがとう。アロアロんアルノールド、こんばんは。コータンパチパチありがとう。ありがとうございます。ほんならランキングを読ませてもらいたいと思います。ランキング読みます。13位ヴァンパイア、ありがとう。12位おやすみソルジャーさん、何珍しいね。おやすみソルジャーさんありがとう、強そうソルジャー。11位マックス NAX、 ありがとう。10位オメガセブン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 、ありがとう。9位がみやみやみや、やねん、ありがとう。やねん、ありがとう。8位がトットアリ、トットありがとう。7位アッシュアリ、アッシュありがとう。6位松村さん、あり松村ありがとう、ありがとう。5位トモ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 、ありがとう。そして4位 MOTO モトモトモトさん、ありがとう。はい、エイジさん、あらららら、ランキング変わってた。ちょっと待ってね、もう一回戻ろうかな。じゃあ13位マックス、12位オメガセブン、11位ミャンミャンミャン、10位トッター、9位アッシュアリアッシュ、8位松村さんアリ松村、7位
とも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 ありがとう。OK、MOTO もともともとさんありがとう。5位は高日の月ひろふたごちゃんありがとう。よいゴロゴロドーンちゃんありがとう。そして3位がコドネおやすみなさありがとう。2位はエイジさんハヒフヘホありがとう。そして栄えある第一等賞先輩はズンダラ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 パーンコーンタンタンタンでした。ありがとうございました。ありがとう。可愛いだけじゃダメです。ありがとうございました。ありがとう。はい、ありがとうございます。そして本日のハッピーラッキーユーキーパーソナリティショッキングピンク人間さんはおでん屋さんありがとう。あちちちちちありがとうございました。はい、ありがとうございます。9月の6日私の誕生日まであと6日かな6日かな。はい、よろしくお願いいたします。9月の14日には大阪美濃、芸能劇場にて幕が上がるの関西公演があります。ぜひ関西の皆さん遊びに来てください。はい、そして9月の6日当日は私お話し会を開催いたします。追加受付がちょっとあるのかわかんないんですけれども、18時から23時まであります。ぜひ遊びに来てください。ということで皆さん、見てもらいにくい時間にもかかわらず配信見てくれてありがとうございました。台風ね、お互い気をつけましょう。オリックスも試合再開したいみたいなので、ぜひあのオリックス一緒に応援しましょう。ということで皆さん配信見てくれてありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。ありがとうございました。またね、バイバーイ。またね、ありがとうございました。ゆるゆる配信を見てくれてバイバイ。良いお年を。バイバーイ。またね、ありがとうございました。 See you。 おやすみ。バイバーイ。またね。バイ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 。ありがとうございました。 See you。